聖書に出てくるバベルの塔の塔話では、人類は単一言語を話していたのが突然多くの異なる言語を話すようになりお互いに理解できなくなったと言われています私たちはそのような言語が本当にあったのか分かりませんが現存する何千もの言語の祖先が少数の言語に起源を遡ることができることは分かっていますなぜこんなにも分かれることになったのでしょうか初期の人類移動では世界の人口はもっと少ないものでした一つの言語と文化を共有する人たちが 小さな部族に分かれていき、異なる方法で狩猟や肥沃な土地を求めるようになりました。新しい土地に移住して生活するようになると、お互いに孤立するようになり、それぞれ異なる発展を遂げました。何世紀も異なる環境で生活し、違う食べ物を食べ、異なる人々に合っているうちに、様々な発音や語彙を持つ似たような方言が全く異なる言語になり、人が増え遠くへ散らばるにつれ、言語は分化し続けてきました。 経図学者のように現代の言語学者はこのプロセスを体系化しようとしています。複数の言語をできるだけ昔に遡って共通の祖先、つまり祖語を特定しようとしています。このように関連している言語のグループを語族と言い、そこからたくさんの語派に分かれていることもあります。では言語が関連していると結論づけられる根拠は発音が似た言葉があってもあまり意味はなく、それは共通の語源から来ているというより、異動族語か、ただの外来語かもしれません。 文文法や公文の方ががが信頼がおける手がかりりになります語彙もそうです。代名詞や数字、親族関係を表す用語などは外来語になりにくいからです。このような特徴を構造的に比較し、規則的な発音の変化や言語間の類似点を探すことで、言語学者は言語間の関係や進化のある段階を特定でき、文書記録がない初期の言語を再構築することさえできます。言語学者は他の重要な歴史的手がかり、古代の人々がどこから来たのか。 どんな生活だったかについてそれぞれの単語を現地語か外来語か見分けることで明らかにすることもできます言語学者は系統樹を作るときに大きな二つの問題に直面します一つは語派がどこで終わるかは明確な答えがないことでどの方言を他言語と区別するのか判断ができません中国語は一つの言語に分類されますが異なる方言話者同士は理解し合えないこともあります 一方、スペイン語とポルトガル語話者は理解し合えることがよくあります。今まさに人々によって話されている言語は、明確に分けられるものではなく、少しずつ移り変わるもので、国境や言語系統を超えていきます。言語と方言の違いは、言語学上の違いというよりも、政治や国の情勢によります。これが世界で使われている言語の数はという質問の答えが、3000から8000までと異なる理由で、誰が計算しているかによって違ってきます。 もう一つの問題は、時間を遡り、語族の頂点まで行くと、その言語に関する証拠が減るということです。現在の主要言語の分類では、どのような関係が成り立っているか合理的な裏付けがあります。異なる語族の言語は、どの段階においても関連がないと思われるのですが、この認識は変わるかもしれません。より高いレベルでの関連性、つまり、大五族の存在は不確かだとされていますが、一部では広く受け入れられ、 和社人口が少ない母語であまり研究されていない言語では未だ結論が出ていません。各言語がどのように形成されたのか、バベルの塔の神話に見られるような一つの言語を話していたかはわかりません。もし次に外国語を聞く機会があれば注意してみてください。考えているほどに異質なものではないかもしれません。二つ以上の言語を話すことは、脳にどのような影響があるのでしょうか。この動画でご紹介します。 そしてチャンネル登録しておすすめのレッスンをさらにご覧ください。